小学生の時成績が悪く、会話のテンポも少し遅い子がいた。でも絵だけはとても上手かった。この問題、わかるか？担任は解けないと分かっているのにその子を当てる。どうせ分かんないのに考えてるよ。指を使って考える彼の姿を見て、周りは笑っている。私はこの先生が大嫌いだった。その先生が転任することが決まった。お別れ会の代表の言葉を誰が言うか決めるとき、先生に一番世話やかせたお前が代表やれよな、と勝手に決められた。僕を普通の子と一緒に勉強させてくれてありがとうございました。放課後にそろばんを教えてくれたこと、水彩絵の具の色の使い方を教えてくれたこと、感謝の言葉は10分以上続いていた。震えながら涙をこらえる先生の声だけが体育館に響いていた。